テレラジオ金河新年毎度の明けおメッセージよー明けましておめでとうございます,まいますこのラジオは去年の夏に YouTube にて公開された芸術バラエティー大喜にの出演者やスタッフから募集した歌より通称明けおメッセージを紹介しながら楽しく投稿していく番組です お相手は大阪芸術大学落語研究寄せの会所属の漫才コンビアリストテレスのサカと井の花でお送りしますあお願いします,、はい、します新年ですよ新年ですね開けましたね始まってしまいましたよ新しい年が <laughs> いややばいね21年もう2021年か早かったわ2020年とか振り返るものが何もないもんねないよ家の記憶と学校の記憶しかない <laughs> まあちょっといろいろ情勢もね、うん、厳しかったからっずっと自粛しとったもんね2021年はそう実習 進化するから楽しくしたいラジオ CM じゃなえばテレビ CM めちゃくちゃ撮んねんてあそうなんやめっちゃアイコンって書くの苦手やからさ頑張ってください映画壊滅的なのよまだ「棒人間」って書いた方が伝わるんじゃないかっていう絵しか書かれへんからそれがすごい嫌やないやでも棒人間じゃあかんのえいや普通にだってさ伝わったらいいんやろじゃあいいんじゃ別に棒人間で書くよああんそして解決しちゃったわ速攻で いやま2021年やけどさな何か目標はありますえ目標何か、うん、目標,何目標やば <laughs> 車の免許とか取ってないから車の免許な、うん、俺はね、うん、車の免許ね取らなあかんなって思ってるけど、うん、なんかもういいかなって思っちゃってるわえー お前、それでいつもいつも流してたら、何も手に入れられんぞ。いる?。二千二十一年やで。いる。新しい年やから。うん。ここでもう取るって決めて。うん、もう春休みくいで取得したったらええんちゃん頑張るかー。ー頑張ろう。頑張るけど。頑張,ーー頑張りましょう。頑張ります。はい、ということでね、お正月ということで。番組のどこかで、僕たちアリストテレスのネタを披露するので。こちらもお楽しみに。そんな感じで、これから一時間、僕らにお付き合いください。 この番組は大きにチャンネルの制作でお送りします。改めましてこんにちはアリストテレスの坂木と井ノ原です。それでは早速秋をメッセージの方を紹介していきます。今回大きにの出演者やスタッフの皆さんには新年のご挨拶とともに超個人的2021年の目標もお聞きしました。 ちなみに井の花は目標なんかあります？目標ね。いやね、ほんまにさ、2021年になったから、20年で成人したやろ。大人になって、21年でその1年目になるわけよ。成人し、うん、なんだよ。その大人になって、ああそういうことね。だからその今まで子供やったから、その大人になってできるようになったこととかをしたいのよ。大人になってできるようになったこと。で、車の運転って実は18歳でできるやん。まあ確かに。 じゃあ何ができるかっていう話になったらお酒なんよ、はい、お酒そう。<laughs> お,酒お酒をもう飲んでるんちゃんだって5月が誕生日やろ5月誕生日ってことはもう6ヶ月近く経ってるの1月ってことは今、うん めっちゃ飲んでる。めっちゃ飲んでるよ。なんならん、一、う、回、ん、飲んだしな一緒にベロンベロンなって。ベロンベロンだって,ベロンだって、ああ、その話はしたくない。<笑><笑>新年から、そんな集大を垂らすことはしたくないから、ずっと三時間ぐらい坂木が喋り続けてな。ああ、恥ずかしい。<laughs> 俺は井の花には感謝してるんだよってずっと言ってたもんな。いや、面白かったあれ。あ <laughs> で、目標はありますか。だから、お酒が、その飲めるようになって、なんか、まだ、その、なんやろ。 缶とかに入ってたり瓶とかジンとかんかそういうありきたりじゃないねんけどよくあるやつしか飲んでないからんか作ったりとかカクテルとかそういうのとかあとんか自分で作ったりしてみたいんよ。ああいうのしてみたいんよ。してみたい。シェイカーをさ探してんけどさ高いなあれ。じゃあ2021年の目標バーテンダーになるでいいんじゃないああでも俺バイトしてんのよ今。バイトで 続けてるよずっとやめるやめるってやめるって言ってんねんけどなんだかんだや続けてるじゃあもうバイトやめて新しいバイトを始めたりそこで自分でお酒作って飲んだらいいんちゃう新しいバイトが目標そうなるほどねいやでもお世話なってんのよ今のバイト先知らんけどさいい人しかおらんのよそうなすごいよ時々悪口聞くけどなそんなことないよ先のそんなことないいい人しかおらん全然話さへん聞くけど 俺が喋ゃられへんなきゃからバイト先でなんか怖い人と思われてるから多分年齢層違かったりしたら話じゃないしなそうなんよもう高校生がさ怖いびっくりしたもん怖いのそうだからオープニングスタッフで入ってて俺以外の高校生が基本高1とかやったから3つ下なんよだからまあ別に3つぐらい何もないわと思ってたらめっちゃジェネレーションギャップよびっくりしたもんどこで感じんのいやんかな 席替えの話とかしてんねんけどあの何ワクワクないねんて席替えにええまた席替えかみたいな義務的に席替えするらしいねん席替えなんて一大イベントやったけどそうよな誰と隣になるかとかさ主人公席あの一番左の橋の窓際とかさあったやんあそこ取りたかったわないねんてんか一番いい席は入り口に近い席帰れるからええ 怖ないドライやなドライやろ超効率中やんそほんまにびっくりしてさもっと学校生活楽しんでしいけどなうもうだから3年でジェネレーションギャップを感じる時代が来ると思わへんかったやばほんまに若い子怖いよ怖いな20なんてさまだまだ若者と思ってたけどさ、うん、おっさんよいやーそんなこと言わないでよー <laughs> 本人ややはいや20歳は全然俺自分のことお兄さんとか言っちゃうでしょそんなこと言われへんもうおじちゃんって言われたらうんって言っちゃうもん俺嫌やな俺は絶対お兄さんでどうすけどなマジお兄さんでしょっていう怖いあかん人やなああまあじゃあ早速メッセージの方引いて <laughs>、はい、あ,あ読んでいきましょう、はい、最初の今日メッセージはこちらですどうぞえ大、ー、きにスタッフ音声さんからです 佐賀木さん、井の花さん、明けましておめでとうございますおめでとうございます昨年はコロナのせいでなかなか思い通りにいかない一年でしたが思い返してみるとアリティラの二人をはじめ大きにの演者さんやスタッフさんと出会うことができたいい一年だったなと感じています<わ>今年もどんどん作品作りができたらいいなと思っているので二人からの逆オファーもお待ちしております <laughs> さて、僕の超個人的2021年の目標ですが2021年は ドラゴンボール全巻をを読み返すすこことと目標にしていこうと思いう思ます前々からまた読み返したいなと思っていたのですが実家にあった漫画を売り払ってしまったので気軽に読み返すこともできず<ー>今,年は今年こそは全42巻を読み返して語れるくらいの「ドラゴンボール」知識をつけたいと思います。榊さんと井ノ原さんは日頃漫画は読みますかおすすめ作品などありましたらぜひ教えてください。だそうです音声さんから あのびっくりしたんがさ「うん、ドラゴンボール」って42巻しかないんっとあると思ってたアニメのイメージってな,な<あ>めちゃくちゃちそんだけなんやびっくりしたえちょ俺さ「ドラゴンボールさ」さ<の>見たことないんよ見たことないっていうかあのまだ悟空に尻尾生えてるとこしか知らんのよあ最初の方のそう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  俺も「ドラゴンボール」はアニメで Z 見ただけやなマジンブーが出てくるやつもうそれも分からへんのなんかいっぱいあるやんそそドラゴンボールってあるあるあるスーパーとか Z とかでもそれでも見る気なくしてるし <laughs> 漫画も俺の中でその本七十八種ぐらいあると思ってたから徐々いあるってそうそうそう四十二巻って聞いてちょっと読もうかなって今思ったわナルトの方が多いもんナルトの方が多いなナ鳴門70巻ちょっとぐらいあるのにいやでも俺もな俺なナルトもなそんな知らんのよなあそうナルトも知らんのオロチマルが出てきたぐらいまでしかし結構最初は少年編じゃそうそう少年編しか知らんから大人になってからの方が話長いのに疾風殿とか全然知らんからそれアニメの方やけどねあそうなんや今ので分かる通り漫画は読むけどうん おすすめ作品などありましたらいやあのねそのなんやろ今今俺が一番おすすめしてる漫画は、うん、ブルーロックっていう漫画なんやブルーロックうんあのマガジン講談社で「うん、週刊少年マガジン」で連載してるやつやねんけど、うん、めちゃくちゃ面白い <laughs> すごいよあそうなんやあのサッカー漫画やねんけど、うん、なんや命がけじゃないねんけどそのサッカーフォワードがうん 集められて、最強のフォワードを作るっていうちょっとなんか変な言い方してんねんけど。変、やったね。よくわかんない。その十六歳から十八歳やったかな。かなんかの全国のフォワードをあつ三百人集めて。お互い潰し合って。最強のフォワードを作るっていう。漫画やねんけど、デスマッチ的な。いや、なんかその原作者が、神様の言う通りってわかる。ああ、なん化したやつやろ。そう、そうの人で。めちゃめちゃ面白いよ。 ちょっとあの俺の説明が下手やねんけどめちゃめちゃ面白いめちゃくちゃ面白いほんまにだから音声さんブルーロックは呼んであブルーロックをドラゴンボールとか少年漫画が好きならブルーロックはマジで熱いほんまに面白いから呼んでください榊はあるおすすめの漫画ジョジョでしょうまさやなジョ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 はな特に7部7部が一番いいなんで7部なのいやだ7部はなジョニーがジョニー自身がどんどん成長していくのがいいねん ジョニーは主人公ジョニーが主人公ジョニーがどんどん成長していってその行く過程で敵も倒しながらっていうのがいいあなるほどなそれがすごくいいねじゃあ他の部は主人公は成長せええへんいや成長はするけどさちょっとネタバレだねけどスタンド自体もジョジョってさスタンドってのがあるやんか最初は波紋の呼吸とかやけど。 スタンドがどんどん進化していくっていうの,は、うん、そのジョリーの心の成長とともにいやでも3部でさ丈、うん、太郎もさ、うん、スター・プラチナ最後進化したよ、うん、確かに論破セントいてはいいちごめん,そうそうんごめん <laughs> 次行きましょうあ次行こう論破したんでねはいじゃあ次の明けおメッセージはとはい2枚取っちゃったはいえー、大きにスタッフカメラマン榊さん井ノ原さん明けましておめでとうございますありがとうございます えー、去年は当たり前のようにできていたことがコロナの影響でできなくなり本当に大変な一年だったと思いますこのような状況でも大きにを通じて素敵な仲間に出会うことができ番組を制作できたことは私の中で大きな経験になりましためっちゃいいこと書く <laughs> 今年もまたアリストテレスの2人をはじめ多くの仲間と一緒に自主制作ができたら嬉しいです<ー>ここで私の超個人的2021年目標を発表します、はい、それは資資格格取得です資格 官権や色彩検定を受けたいと考えていたのですが最近他にも気になる資格を見つけてしまいました<お>それは戦闘検定です戦闘実際に働くくらい戦闘が好きなので<ー>これはぜひ受験してみたいと思いますびっくりした佐垣さんと井上さんのお風呂上がりにコーヒー牛乳は飲みますか私はフルーツ牛乳派ですと戦闘ね戦闘バトルじゃないよびっくりした<と>戦闘、ね、あのお風呂 う？使う方ね戦闘検定戦闘イントネーションがおかしいん闘けど先頭先戦闘検定戦闘検定戦闘検定まあまあまあもう一瞬で誰か分かっちゃったけど分かっちゃったけど知ってる人やなめちゃくちゃょっと身近なカメラマンさんね資格取得さしようと思ったことある俺漢検3級と手話検定5級持ってるわ偉っ 手話5級ってどのくらいなんえっとね、うん、手話指文字っていう、うん、あいうえをかきかけこって50音で表すやつと、うん、あとめっちゃ簡単な手話 <laughs> な名前自己紹介とか <laughs>、うん、なんかそんなんあそうなんやなんかそこまでえらいわけでもないそうでもなんか履歴書みたいなにをかけるって先生に言われたやいや俺さ 履歴書に書けるなか資格ないんよ、うん、俺持ってんのはあの近くの水泳スクールの18級しかないから。ダサさ <laughs> めちゃくちゃダサー <laughs> えだあの18級はその数字多ければ多いほどいい方やからあそうな18が最大なんや。一応最大やできるそれしかないから、うん、<laughs> だってさ履歴書にさ <laughs> 近くの水泳スクールで18級持ってましたって書かれへんや、うんな <laughs> だからなんか大学に入った時に、うん 資格取ろろろうとと思っていい調べたんよ、うん、有権とかおうおうでなんか社労士っていうなんか社宅労務保険士みたいなやつがあって、うん、なんか取っといたら便利みたいなもあって、うん、あそのよしこれ取ろうと思ってあのそれの勉強のための本を買いに行ったんよ、うん、そしたら社労士の本だけなくて諦めた。<laughs> <laughs> はいや,いやなんかもう多分神様がお前には向いてないって言ってるんやろななて思ってそれ神の解釈勝手に理解すんなよ <laughs> いだってさ取ろう「取るぞ」いっぱいある<ん>資格の中でさ、うん、これにしようって思ったやつないねんで、うん、売り切れてんねんでそれだけ <laughs> もっと簡単なにしたらいいやんーいやええー、あかんのかなシャロシちなみに僕はお風呂上がりにはコーヒー牛乳もフルーツ牛乳も飲みません飲めや <laughs> 次のメッセージいきましょう <laughs> いきましょう <laughs> はーい 次のメッセージはおおきにスタッフディレクターから「ディレクター、えー、榊君、井ノ花様<え>明けましておめでとうございます <laughs> <何>昨年に続き今年も某ウイルスでまだまだ難しい生活をになりそうですねい井ノ花様とは1年から付き合いあったけど榊君とは 去年から付き合いが多少増えましたね,言ねと言ってもいまいち距離感が分からずいまだに挨拶すら怪しい関係ですけどね <laughs> 今年こそ仲良くなりましょう榊くんさて今年の超個人的目標ということですが生活の質を上げることです生活の質かっこいい言い方をしたけど要は大人っぽいことをしたいってだけのことですバーに行ってみたり香水をつけてみたりビジネスビジネス書を読みあさってみたり、うん、そんなことをしたいなと思っていますお二人は こういうこと覚えたら大人だなってことはありますかぜひ教えてくださいさかくんぜひバーに飲みに行きましょういやあのその前にさなんでサマナわっからん <laughs> なんなんおい笑ってんちゃうぞなんかめっちゃ笑ってるど,どういうこと初めて言われてあいつにサマなんか <laughs> ディレクターって一人しかいないからねいろいろもうあいつしかおらんもんな、うん、え？で何かっこいいこと大人覚えたら大人だなって思うこと、うん 覚えたら大人だなってもうなんでもワインとかさ、うん、めっちゃ先やな俺え <laughs> そうやのずっと先やな <laughs> いやなんかでもさそのあーそのワインこれねみたいなさ<ー>かっこよくないその分かるっていうそうそうそうあーそれ何年ものかとかさワインの知識を深めたらそうそうそうなんかやっぱお酒って大人しか飲まへん,やんいやまに20歳になってからやもんねでなんかビールとワインでビール飲んでるおっさんと、うん、ワイン飲んでるおじさんやったらどっちかっこいいかってなったらどっちよワインを飲んでるおじさんやろでもさこの おっさんんはワイン飲まへんやん、うん、おじさんやからワイン飲むやん、うん、でおじさんになるってことはかっこいいやん、うん、だからワインをに詳しくなりたいよねああ聞いたことあるけどワ,イワインの知識のなさがもう出てんねんけどワイン飲めるように飲めるのは飲めんのよかっこよく飲みたい飲んだことないわワインこ,こう香りを嗅いでさああ これが何年ものかみたいなさ <laughs> かっこ悪そうなんでかっ,かっこいいやろそんなセリフ言ってるってかっこ悪いけどなだって赤ワインと白ワインの違いも色しかわからへん,ん、ね、いやまあ確かにいや飲んだことないからわからんけど、うん、そもそもな何が違うんやろうななんか赤ワインは皮ごと作るみたいなは聞いた、うん、白ワインは忘れたあのえ <laughs> その法則で言ったら皮ごと作らないじゃないあーそうか いやでもなんかロゼワインとかあるらしいいやもうわからんてなんか花びらバラバラローズそんなんだろうなわからん難しいなワインなバーに飲みに行きましょうって言われたけどそんなおしゃれの店行きたくないわ頑張れよいで楽しく行きた次行っこうかうん絶対気まずいわそんな仲ようないのに次のディレクターとお便り読ませろや次のお便りいきますはい お,おきにスタッフ v v v ってなよ v 送り, v 送りあなるほどえー、お,おきにの時スタッフとして関わらせていただいておりましたひなちょめですひなちょめ坂木くんいの花くん明けましておめでとうございますおお二人には昨年初めて喋りましたね 言葉おかしない <laughs>、えー、個人的に自主制作に関わらせてもらったのも <laughs>、えー、去年が初めてで,コロ,ナでもコロナで大変なことも多くありましたが初めてチャレンジすることが増えたり自分が置かれている状況が恵まれていることに気づけたりいい一年になったと思います<ー>超個人的2021年の目標は本物の撮影現場に1つででもも多く参加させてもらうことです<ー>自主制作に関わるようになってもっとこうしたいのになと思うことが増えてきました。 でも具体的にどうしたらいいのか改善案が出せないのが残念で本物の現場を知りたいと思ったからです将来の夢のために勉強したいと思っていますお二人は将来のために頑張っていることや頑張ろうと思っていることなどはありますか<ー>と偉いなぁ偉いねこういうちゃんとした文くるとめちゃくちゃ心がしんどくなるなひなちょめって誰やまさきひなたさんやねあ出していい名前えいいんじゃないの、えー、全然記憶にないな あのフロアディレクターって申しないんですけどああの子か分かった分かった分かったええー、らいなめっちゃ偉いな,な将来のことについてマジで何も考えてないよ,な考えないようにしてるもん,、ね、してるもんなできるだけな,そうなんとか先送りしようとして,てるそうそうとにかく先延ばし先延ばしって、まあ、いやいやな考えたくないなだからもうこの質問に対しては「ないです」しか言われんもんな <laughs> ほんまにいや本当にそういやでもまあまあ多少は。 広告コース今学校で広告コースで学んでるから。うん、そっち方面の勉強を。頑張りたいなと思ってるけど。うん、まあいかんせんなかなかうまくいきそうにないなって感じですね。榊 <laughs> インターン行ったとか言ってなかった?。なんか。応募したみたいな。いえ、いや、言ってない、なか応募しようかなみたいな N. H. K. の。やろしようかなだけか。そうそうそう。 でどうしようって思ったけど普通にビビってやめたわ。怖かったし。なあ無理よな。怖い怖い。将来考えたくないな。考えたくないよ。ほんまに信念からそんな話せんと言って。せっかく開けてんのにな。楽しい気持ちでおらしてよ。未来開けてないねんから。ほんまにもうもう開けてないので。飛ばそうこれはもう無理よ。ないですしか言えません。次行きましょう。はい。次は出演者のジュリさんから。お、アリストテレスの坂木くんイノハ。 そしてスタッフの皆様明けましておめでとうございますニッコリマーク。去年年はコロナウイルスの影響でで大変な1年でしたねとはいえ「おおきに」でいろいろな方々とコネクションができたのは本当にありがたいことですしこうして今もアリストテレスのお二人にお便りを書いているのもとても素敵な縁をいただけたなと感じます「キラキラマーク」読むなそれこれからも「おおきに」メンバーとして仲良くしてくださいね星。 ロムさてさて <laughs> 今回のお題の超個人的2021年の目標なのですが私はものまねを一つでも多くできるようにするということです、えー、声優を志す者として何か持ちネタとし,持ちネタとしてものまねを一つはできるようになっておきたいなと思っていますかっこ笑いお二人は自分の持ちネタものまねネタはあるのでしょうかあもうあぜひ今度ものまねをご教授ください PS 声まねネタが終わりでしたらぜひ今ご披露してください 声真似ネタって物真似な、うん。声真似じゃなくても全然オッケーだけど、うん、なんか物真似とかあったらやってーって。やってってひどいよな。うん、なんかある？いや物真似はな、うん、マジでない。あれはピッタンコカンカンは？えー、ああ文化祭でやったやつ去年の。やらなあかん。やろう。えー、やりたくない。がんばれ頑張れがんれ, <laughs> れ。え <laughs> じゃえっ、ー、とピッタンコカンカンのオープニングのカエル。ソロソロ。 ピッタンコカンカン始まりますよ。なんかな,な、なんなんやろな似てるねんけど似てないよな,なんかどう言ったらいいやろうな似てないよ。いや似てはいるんよ。ええ、ななんか違うんよな。半音下げるみたいなことかな。なんかなんか違うんよな。ちょっとじゃあ練習しとくわ。一人で次,次より練習するようなもんちゃうけどな。ジュリちゃんに教授できるように、ええ。 もう猪ハのも出てるよ。この音が鳴ったということは、鳴ったということは、僕らの漫才のお時間ですね。はい。漫才って、漫才。この作った漫才はさ、え十二月に作ったやつやね。十二月に作ったやつ。だいぶ最近やから。一ヶ月前ぐらい。まあまあ新しい。新しい方のネタですね。そうそう。ちょっと疲れてる時に、ちょっと疲れてる時に、まあまあいろいろ。 大変ですかね新しい1回戦も入ってきて、うん、まあまあまあね頑張,頑張りましたよっていう漫才ですよいじゃあ行きましょう、はい、アリストテレスで「えー、好きな食べ物」ですどうぞ はいどうも。はいどうも。アリストです。お願いします。いやさ、この前さ、俺の友達がさ、バナナ三本も食べててさ、めっちゃ合わない。多いかな。多くない？俺十個とか食べるもん。十個？豆腐を。豆腐？生で。な豆腐に生とかなくない？いやいやお前さ、バナナどうやって食べる？いやバナナはね、ま皮をめくって食べるやん俺だってこう豆腐の皮をめくって食べるもん。それパックやから皮じゃないから。なんならスプーンですくって食べるし。ゼリー感覚で食べるのやめて。味ないやろ？いやでもさ。 バナナってさ、うん、ケーキとか、クレープに使われるぐらい人気あるやろ。まあ、それはバナナはさ、まあ、果物。甘いから。人気のあるよ。豆腐だってさ、うん、いろんな料理に使われるぐらい人気あるやん。まあまあ、豆腐ハンバーグとかかな。うん、いや、そんなマイナーな料理じゃなくて。マイナーかな。切り豆腐とか。切り豆腐。豆腐を四つに切って醤油かけて食べるっ、うん。冷奴や,や,やん。え、そんな、なんで変な言い方してんの。いや、冷ややっことは違うんだよな。これだから素人はさ。え、何の素人やねん。んいや、でもさ、うん、豆腐ってバナナぐらい人気あるでしょ ないと思うけどなあの有名なゲームにも出てくるぐらいだし有名なゲームマリオが車に乗ってレースするっていうマリオカートに出てくるのバナナの皮やろいや豆腐出てきても潰れるだけやいやパックの方パックも意味ないやろ皮じゃないねんあれあとは、うん、マジカル豆腐バナナないやあれマジカルバナナバナナといったら黄色までがセットのゲームやから豆腐にはなりえへんのよあとは芸人で、うん、豆腐マン,バナナマンななんで世の中のバナナ全部豆腐になってんのいや 豆腐といえばやで、味噌汁に煮ねるとか、これがあるやん。味噌汁に豆腐？あんま聞いたことないけどな。なんで一番有名やろ。いやいや一番有名な豆腐料理って言ったら、うん、豆腐の刺身やろ。きりええそれ冷やっこや。何それ気持ち悪い。いやでもさ、うん、俺本当に豆腐のこと好きなんだよな。<は>もう豆腐のこと好きすぎて、うん、豆腐を育てるアプリ作ろうと思ってんだよ。豆腐に育てるとかないから。あれ豆が腐るって書いて豆腐やからな。育つことないねん。腐っていくだけやねん。いやでも俺ほ 本当に豆腐のこと好きだからさ、うん、一面雪景色の中に豆腐がポツン立ってもすぐ見つけられる。どういう状況やね。いや、そもそもそんな状況ないし、城の中の城は絶対見つけられへんから。いや、でも俺、本当に豆腐のこと好きで、<ー>もう好きすぎて、うん、一から自分で作ってみようと思って、<ー>今、土地探してる。畑から作ろうとしてんの。いや、豆ぐらい買えや。え、なんでそんな豆腐好きなん？いや、だって、うん、豆腐美味しいやん。いや、それは確かに。もうええわ。どうもありがとうございました。 ありがとうございましたいや面白いね。我れながら惚れ惚れやわ。そんなに天才かな。そんなにどこが面白かったどこのボケが一番。まあ豆腐マン。あ豆腐マンそこが一番お気に入りなの。誰が浮かぶよバナナマンを豆腐に変えるって。それる。煽ってる考えた僕の煽あってる。や割と俺好きやけどな豆腐マン。俺でも本当に好きなのが最初の「豆腐の皮」。 あのメックって食べるよっていうあれ好き自分で後輩も好きって言ってくれてあそこ好きあそこからスプーンで作るの流れからあの一連好きやねん実は面白いなって自分で思ってるあそこ突っ込みなんかワード浮かばへんからすごい困る突っこみ頑張ってよ浮かばへんから味ないやろしか言われん困るわええいやまあまあメッセージを引き続き紹介していこうと思いますはいはいじゃあ行きましょうはい 誰かななんか読みたくない人はおるよね <laughs> <laughs> え大、ー、木にスタッフカメラマンはい坂木く井ノ花くん明けましておめでとうございます、はい、おめでとうございますお二人とは大木にの際には全くお話しできなかったのが残念でしたが今回ラジオでまたご一緒できることを嬉しく思っていますはいさて私の超個人的2021年の目標ですがはい部屋を汚さないです もうすぐ引っ越しををすするののですがが生ままれれてててここ方部屋をきいいに保てていたことがありません引っ越ししたばかりのきれいな部屋を次の引っ越しまできれいに保ち続け心安らぐ部屋作りを目指していますそんな私にお二人から部屋をきれいに保つアドバイスをいただきたいですアリストテレスの今後のご,かご,かご活躍をお楽しみにしています <laughs>、はい、最後ちょっと気づいちゃったんですけどはいねあの多分書い,いたであろう人が隣でちょっともだい苦しんでるんですけど。<laughs> <laughs> 部屋きれいになきれいにしてるきれいにいや知ってるあ偉いなお母さんに褒められるぐらいには部屋きれいあそうなんや俺さ部屋さゴミとかはないねんけどさ使ったものを元に戻さへんのよあ悪い子悪い子やな全部さ散らかっちゃってさ服とか着るやんで洗濯出すやんそしたら畳んで帰ってくんのよそれをもうんかタンスに入れへんのよああもうつっ 洗われてるからもう着れる状態やから、うん、それ着ていくよ思う <laughs> ええー、とか,だから本棚から本取るやん取るな読むやん読むな机に置いちゃうんよ、うん、でまた別の本取るやん机に積み重なるんよ積み重ってそうそう,そうとかがいっぱいあるからその学校のプリントとか、うん、本とか、うん、全部机の上に今散乱してるわ。<laughs> いや俺もそんな綺麗じゃないけど、うん、ちゃんと定期的に掃除してるから、うん、そこで一回全部リセットされて、うん、またちょっと物がなんか課題とかプリントみたいなたまってってまたすぐ綺麗にしてってのを繰り返してるから定期的にできひんのよなそ,それをしたらええのよだって一回散らかったらもうええやって思ってうやいやならへんならへんしてください掃除ちゃんと毎年大掃除がしんどい <laughs> 疲れたよ大掃除とかちゃんとやってんのよ一応やって何かそのなんだなんなんろうなうち,うちの家な、うん そういう伝統的なすごい大事にする家でおみきとか飲むんよ正月開けたらおみきわからんしらし知なんかおおおっていう感じはあるやんどのおですかどのおあの丁寧な時のお行人にあああ行人にはいはいはい神のお酒って書いておみきっていうのがあってなんかなんで飲むんかわからへんねんけど 毎年正月に飲むんよへえそ子供でも飲んで,るんで子供でも飲んでたいやだから多分法律的にはわかんのかなっうんけど、うん、なんか飲むんよ <laughs> そうだの <laughs> 大丈夫だ <laughs> そんな話してわわわわでおせちとかも <laughs>、うん、なんかずっと同じ箸一日割り箸を使うみたいなああんかそれは聞いたことあ,るあったりなんかおせちがあるねんけど、うん、それ箱重箱あるやんあああるあるあるそれの中のこう朝食べたら 昼にはその重箱にまた別で作っといたおせちを詰めるみたいな,<ー>なんかなんそういうのをすごいだ大事にしてるってわけじゃないんやろうけどずっとやってんのよだから大掃除も毎年やってんねんけどなんでか俺の部屋だけ片づかへんのなさ <laughs> <laughs> お前が片付けてないからやろ <laughs> あそうなのほんまにさ、うん、しんどいよね大掃除って、ね、しんどくないよ掃除楽,楽,楽,楽しいね楽しない,よなきれいになってないか にんまる精神いやだからそれわかんねんけど、うん、なんかもうさ「あよしじゃあ掃除するぞ」ってなった時に、うん、もう絶望しか待ってないんよ。えー、あってまずだから掃除するぞってなってため息から入るよ。しガよしから始まって <laughs> でやっと始めんねんけど散 <laughs> らかりすぎてどっからしたらいいかわからへんない。 ただゴミがないっていうのは徹底してるああそのゴキブリとか嫌やんああまあまあだからちゃんとゴミはゴミ箱に捨てるようにしてるけど物はすごい散らかってるあほんまにあもう無理やね無理やな絶望しか待ってないって言ってる時点で無理よ無理よ掃除はできません定期的に掃除してくださいとか言ったけどもう無理やな無理やわだからもうあのハウスキーパーを雇ってくださいああそれで解決しよう天才やなうん じゃあ次、はい、大きにスタッフの A.D. からです。榊、えー、さん、<AD> 井の花さん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。2020年は大変なことが多かったと思いますが、<お>いかがでしたか。大きにではあまり関わりがなかったので、またいつか自主制作でご一緒したいです。さて、僕の超個人的2021年の目標はコミュ力コミュ力を高めるです。将来ディレクターになりたい身として、もっと人をまとめるコミュ力が欲しいです。 お二人はコミュニケーションを取ることは得意ですかまたどういうふうにコミュ力を高めたらいいでしょうかぜひ教えてくださいコミュニケーションコミュニケーションなコミュニケーション <laughs> な,ないよないよそんなもんあるわけないよだって俺らが知りたいもんなコミュニケーション能力を、うん、鍛える方法 誰とでも分け隔てなく仲良く話せる方法を教えてほしいだってさ絶対さ初対面の人と会ったらさまず警戒するやんする警戒してあのちょっとずつ会話であこういう人かなじゃあこうかなってやっていって無理か無理じゃないかを反するやん分けちゃうよねもうそこで分けちゃう分けちゃうそれがあかんのやろなあかんあと絶対一対一じゃないと喋られるもんあー分かる 2対1とかやったらもう2で話してるもんねそう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 だから入られへん初対面と知り合いおるやんそこがしゃべり始めるやんスッていくもんねいっちゃう行っちゃうあれどうやって入ったらいいんやろなおい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 入れろ入れろって言えへんもんね無理そんなんできたら友達いっぱいおるもん絶対無理やんあれーって「ああまたおるやん」って言って毎回もう歩くたびずっと挨拶してるみたいになるよな できなけよ。教えてよ。てコミュ力つける方法。a ビさん教えてください。なんで俺らに聞いたん。ほんまに。無理や。無理やな。間違ってるよ。俺らに聞くの。次、行く無理よ。あ、次って。コミュニケーション能力ないもん。<laughs> 何も言われること。ない <laughs> 次行きましょう。教えてって言われても。はい。はい。 大きにスタッフスタッフテロッパーテロッパーりてれさかさん、はい、井の花さん、はい、明けましておめでとうございますおめでとうございます去年はいろいろ大変でしたねはい大きにと家での思い出しかないような2020年でしたが私の超個人的2021年の目標は去年から引き続き食べても太らない体を手に入れることにしようと思いますお二人は食べ物の好き嫌いはなりますか 今年もお二人と楽しい番組が作れたらなと思います。ことよろです。あ,あ、ことよろ。あ、食べ物の話題ちょっとしちゃったなったさっきな。食べても太らない<ー>体って。あのー、さ、全然関係ないねんけどさ、うん、あの2021年って言いにくいない <laughs> 2021年。さっきからさ、うん、超個人的2021年ののイントネーションが定まらへんのよ <laughs> ずっとあ違うなって思いながら最後の一枚読むときには上手くなってるじゃわかったわかった。もうコミュ力も読みにくかった。コミュ力読みにくい。あ、避けてもさ、太らない体ってさ、あるん？どういうこと？あ、サカキ食べても太らない体です。ヒョロヒョロやん。ヒョロヒョロです。だって無理して食べてたときあんねんな。そう。でもそりゃもう全然全然。やばいよな。多分胃がちっちゃいから食べられへんのよ。胃がちっちゃくてその容量みたいなが小さいのよ。だから 食べられへんくてエネルギーも残らないから太らないっていう殺されるんちゃうこの国あ怖い怖いなやばいよえだなんでなんやろうないやでもな俺な小学校でも小学校の頃さめっちゃ太っててさ小学校の頃が体重六十三四キロやってえ小学校で今体重六十やね今の方が少ないね 死ぬんかな。<laughs> ええやばない。小学だから小六よ。その時だから2012年。うん、8年経って体重減ってんのよ。うん、やどうどうなんねやろ俺の体。どうなってるんかほんまに分からへんのよな。はい、もう8年経ってもう8キロぐらい減るんで、うん。減るの俺。どん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 。2028歳にはまだ減ってんの。<laughs> 減,っ減ってる。50キロ台になってる。どんどん減っていく。やば。もう老化してんの俺。<laughs> 早めののがてんよ早すぎん20歳やでも20歳おっさんってさっき言ったからなそうなんよね実は早いもんなおっさんんおっさが嫌やなでも食べ物の話しちゃったしな何好き嫌い好き嫌いだって貝嫌いキノコ嫌い好きな食べ物ある好きな食べ物 A5 ランクの A5 ランクの和牛じゃなくてマーボー豆腐マーボー豆腐マーボー豆腐食べるの大好きなんで好きなのえ 豆腐も入ってるし。そうやな豆腐。豆腐入ってるもんな豆腐。豆腐は普通に好きやし。なんか辛くて美味しいやん。中華料理好きや。あ、そうなんや。まあ、その。あれ。あれ、何やっけ。レバニラ。レバニラ。って中華料理の。え、違う。わからん。わからん。俺さ、中華料理さ。なんか基本味濃いやん。だから、なんか。嫌いじゃないねんけど。飽きてこへん途中で。 味濃いの好きなんだと思うそれでかなそれやのに細いの <laughs> いやうんそうやなマジであのテロッパーに夜道襲われるんちゃう <laughs> <laughs> ちょっときょ気をつけよう、うん、気をつけやう帰り道気をつけるわヤいで特にこの辺暗いし気をつけなあかんよ, <laughs> よ <laughs> しっかり街灯に道を照らしてもらって <laughs> やばいな次の目線あちょうどいい<お>大木にスタッフ照明さんからです次おっ榊君のはな おい明けましておはようございます昨年の大きにからは早数ヶ月も経ちましたこの番組に参加させてもら,もらってもちろん初対面のスタッフもいたのですが制作が終われば割と仲良くなってた気がしますありてるの二人とも普段から仲良くさせてもらっているのでまた二人と制作ができればきっと楽しいものになると確信していますとにかく今年はもっと楽しいことをしようね 私の超個人的2021年の目標ということですけどやりたいことはマジでいろいろありすぎて困ります。彼女を作るオムライスの卵をふわふわにしたい二重になりたい欲張るのは良くないので一つに絞ります。何でもいいので一個作りたいです。動くのがめんどくさいと言って少しダラダラしてしまった2020年なので今年こそは的な感じです。 ところで、一緒に作る気はありますかえーと、まず、うんはい、なんか長ないこいつのお便り <laughs> なんか、あの聞いてて苦痛やったいや、そんなこと言うなよ <laughs> 長いわ<は>えー、俺だけ呼び捨てやしさそうやな、坂木くん、<お>井の花って書いてあるのあのさ、大木に出んの俺はどうなってんの <laughs> 様付けするやつは俺は呼び捨て、<laughs> 頭どうだで,でも坂木だけ全部食うんやね、うん 君さ寂しい子やんやめよう。せからさかちゃんって呼んでみんなマジで呼ぶでほんまに。じゃあ呼ぼう。ジュリちゃん、アリちゃん、さかちゃんで俺は俺は今華でいいよ。んでやねん。今華さまでもいいし。次俺が冷たくなっちゃう。こいつさ、コミュ力あるよな。 誰,誰か分からん分からへんのえでも多分分かったいやでもだからあのさっきの話ああはい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 コミュ力はこいつに聞いた方がいいと思うね、うん、なるほど確かにそうだからさっきなんか一緒に作る気はありますかって言ったけど、うん、多分俺らじゃなくてもおるで人こいつはそうやな、うん、すごいもんなんかさあのすごいさ大人の人にズけズケ話聞きに行くんよこの。あそういう状況も見ますね特にすごない俺 <laughs> 無理よ大人の人と話すのさ、うん 苦手やそうやな確かに言ってたなそういやそうなんかななんやろさ大人ってさ怖いよ漠然としてな20歳過ぎてるくせに20歳過ぎてても大人は怖いんよそうなんでなんやろなんか大人に慣れてないんじゃんあまた子供なんか子供。おじさんじゃないのおじさんじゃないよ全然ガキよガキ えでもさ、多分な俺の中の大人のイメージが先生なんよ。先生。学校の。学校の学校の先生さ、職員室さ、めっちゃ怖ない。え俺職員室、あのなんか職員室ってさ、先生だけしかおらんくてさ、そこでめっちゃ秘密の話してるんちゃうかって思ってさ、めちゃくちゃワクワクした場所だと思ってた。マジで。 そこに行って大人の会話めっちゃ聞きたかった先生だけの会話じゃあ行かへんかったん職員室にあんまりいや行ったけどさ行ってもなんかその入っちゃあかんかったから俺らの学こは全部小中高とだからもう扉のとこで「○○先生いますか」って言って話してそれで終わりえうちもそうやねんけど小学校の頃はまだ「先生いますか?」って言ったらすぐ来てくれんねんけど中学校になってから「こんこん」だから「失礼します○○先生いますか?」って。 シーンえあれ聞こえてるってならへんかった？ならへんならへんかったえうちの学校だけうちの学校だけやなそうだからなんかもうシーンでなって全員なんか聞こえてないですよみたいな感じになってあすすいませんってもう一回言ったら一番近くに俺先生が対応してくれんねんけど <laughs>、うん、そうだからそのイメージがあるから冷たいんよ高校もそれやったから多分、うん、俺の中で大人の人は冷たいんよ <laughs> だから多分怖いね。ああ、そうか。仮にでもスタッフは明るあかた暖かくしてくれてるからええんとちゃいます。のダメいいんかな？いいんちゃう？いや、でも怖いわ。大人の人にどうやったら対応できるんやろ？え、どうやったら対応？その大人いやだからちっちゃい頃結構大人と話してたからな。色々あ偉い習い事じゃないけど、普通になんか関わる機会が多分多かったと思う。 じゃあもう無理やな俺無理やななんか無理やなって終わる話多が <laughs> とうごい終わる前に別の話続けちゃおう次行こう、うん、多分なありテレはね全部無理なんよ全部無理いやいやいやそんなことないよ <laughs> おいおい1月1日から何言ってんだお前始まるっていうのに新しい年がはい行きますあり、はい、ちゃん<お>アリストテレスの皆さん新年あけましておめでとうございますおめでとうございます皆さんって言っても2人やけど 2>, 2人やな 初めましてご無沙汰してますアリちゃんです皆さんは無事2021年をあまた言われへん2021年を迎えていただけいただけたかでしょうか <laughs> よかったですね私は無理でしたハワチハワチ何これ怖文書。解 <laughs> そんな超アリちゃん的今年の目標は一年かけ、はい、1>, 1>, 1年かけてイチゴ味になることです メロン味でもいいけれどぶどう味は嫌ですお菓子のバナナ味ってバナナ味味でバナナの味ではないっすよねところで女性ファンの多いアリストテレスの皆さんの好きなタイプを教えてください以上今ののので全てのメッセージを紹介しし終わりましたるいやー最後にえげつないの来たな <laughs> いやなんかえ<ー>すごいの途中でぶち込んで ほんまにたまたま最後にすごいのにいやや触りたくない怖いよいちご味になるって何どういうことからいちご農園を始めるの比喩みたいなそういうことそういうことえ分からん分からん。ははって何はネット用語ネットスラングそうなん知らんはははまち。ははチいちご味のハマチになるみたいなそういうことあそういうことあみかんぶり的なってことそういうこと 食べさせますよみたいな魚業の話。<laughs> ええー、怖いよ。めっちゃ怖い。<laughs> あのー、ほんまに今困ってる。<laughs> 困ってるな。ええー、何や？普通に質問に答えたらいいじゃん。質問ええー、女性ファンの多いアリストテレスの皆さんの好きなタイプを教えてください。好きなタイプ。<laughs> ファンがそもそもおらんよ。ファンがうん。ファンファン,ファンはいじゃあ好きなタイプ榊さん何ですか。ええー、年上の黒髪ロングの優しい女の人。じゃ決まってるなすごい決まってたな。<laughs> 年上なんや。 あ年行くか年下で言ったら年上かな。うん、あそうなん優しく包み込んでほしい。あそうなんや。うん、ええー。俺、ほんまに逆やな。あ、逆。年下がいいし、あショートカット。ショートカットがいいし。<laughs> ま優しいのは優しいんだけど、元気な子。とかがいいな。うん 逆やなここん対対照照的的だよまんか生き方とかも全部全部逆なんなんならんよう1年続けてこれほんとにな。喧嘩せんかったなよすごいよな恐ろしいわもう好きなタイプ答えちゃってたけどいやでもそれ以外に触れるところが分からへんねんけど多すぎて触れられへんのに情報量が多いようでけ分からなかったお菓子のバナナ味ってバナナ味味でバナナの味ではないっすよね アジアジって何バナナアジアジって何バナナアジアジってか理解できなかったのどういうこと読む読むちゃんと声に出したよね注目分かっからあお菓子のバナナアジってバナナアジアジでバナナの味ではないっすよね分からんわ。分からへんか。分からへんか。ちょっと何これ謎解き謎解きなんこれ暗号なん分からん。 これといたら、なんかあるとか。いちご味になれる。いち味になれるとか。すげえ。マナナ味からいちご味っていうこと。すごいな。いや、だってメロン味が。なんか嫌っていうのも意味わからへんしな。あやべどうしよう。ほんまにわからへん。わからん。その。ここの段落の産業全部わからんな。なあ。え。何味の今。いや、そっか。いちご味になるってことは。二千二十一年いちご味になりたい。 今年何味だったやろうなメロンとブドウではないな,な,ないな。違うって言ってるもんな。うん、バナナでもないな、うん。でも、バナナやからバナナではないっすよねって言ってるのかな。もうわからん。え、何の話これマジでからん <laughs> バナナからイチゴになりたいんだな。っていうことわけわからんねんけど <laughs> え。こんな会話で終わりたくないけど、<laughs> 全部メッセージ紹介しちゃったからなう。終わりよ。今ので終わりっす。終わりちゃった。皆さんありがとうございました。本当に。ありがとうございました。こんな全員から。 メッセージいただいて、すごいいろんなね、あの奇想天外なものから真面目なものまでありましたけども、ほとんど最後だけども。ほ、そんまにそこのイメージしかびっくりした。えないなと思っとったんよ。おめでとうございます。 え、イノハナが拘板されんとないなと思ってたえ、ちょっと待って、イノハがいなくなるのいや行かないでくれー明けましておめでとうございます大きに MC を担当いたしました黒髪ロングで優しく包み込んでくれるさかきくんのタイプと上土直球の不安引きとはですはい、では私からお便りが届いていますので読ませていただきますアリストテレスの二方へ新年明けましておめでとうございますはい。 去年は新型コロナウイルスの流行という未曽有の事態が世の中を混乱させ何かと暗い雰囲気が漂っておりましたなので2021年はアリストテレスお二人の漫才でみんなに笑いを届けて明るく元気な世の中にしていただきたいですもししお二方が滑ってままうと世界は滅びまするかさて私の今年の抱負ですが去年はたくさんの実施作に誘っていただき充実した生活を送らせていただきました その経験をきちんと消化し精進していけるようとりあえず鶏を飼うところから始めようと思いますまたもう一つの抱負はこれは学業には関係ないのですが息子の井ノ花和樹に母親だと認めてもらうことです息子とちゃうね以前から私が本当のお母さんだよとカミングアウトしているのですが照れもあってかなかなか認めてくれず今年こそはお母さんと呼んでもらえるようにまずは 眼科で処方されたものの、サイズの合わなかったコンタクトレンズをレンサイズの合う新しいコンタクトレンズに買い替えるところから頑張りたいと思います。以上、新年のご挨拶とさせていただきます。では最後に、稲花さん、一発芸で締めてください。お願いします。失礼します。船引きとはでした。<laughs> <laughs> いやさあ、なんかさあ、 うん、もうえスルーしていい。怖かったよ。もうさ、ちょっと二個だけ言っていい。あ、いいよ。まず、ガチャってあった瞬間に。えって、なうん、ほんまに、なんか、あの、ディレクターか誰か乗り込んできたりした。びっくりした。怖かった。ほんまにびっくりした。みぞう、ううやんな。もうさ。最初、みぞうの事態って言ってさ。いや、みぞううやろって思っちゃってさ。ず。っと ちょっとそれ頭にあったわ <laughs> なんな嵐が来たな本当に嵐を見あれえこれもうちょっとつもう分かる<え>あのさこっから一発ギャグじゃなくない <laughs> だってさ、えー、もうあいつがひたすらふざけ倒したやん <laughs> 後半の分なんなん <laughs> 分からんあいつがいつから母親になってん いやでも井ノ原のお母さんが船引きとて知らんかったな,なんで信じてんねんお前は <laughs> 全然知らんかったしち,しちゃうねん <laughs> そうやったんかうちのお母さん看護師や, <laughs> <い>やこんなところで大学生やってない <laughs> <laughs> 知らんかった <laughs> 医療従事者よ今バリバリ頑張ってあるよ <laughs> えー、もうえー いやちょっとなん,だなんなら船引きさんともそんな仲ようないからコメントしづらいのよね、<laughs> 僕。そうやな。そうやねほんまにだって今年知り合ったぐらいもんな初めて会ったからちょっとね、うん、どうしたらいいのかよく分からんのよ、僕。えこれつつ続けたほうがいいですか、船引きさんの印象とかい,やもう、ね、いらんえ一発ギャグじゃあもう最後にね、一発ギャグ井花原さんしていただいて紹介終わりたいと思いますそれでははどうぞ、はい、えー、いえきます。 衝突な威嚇コクスエリーシャー <laughs> はいエンディングのお時間です今回がアリストテレス最初のラジオでしかも正月特番ということでしたがどうでしたか どうでしたか <laughs> えい <や S 2> おい、最後よ。最後が怒涛すぎてね。ほんまに。いや、最寄りからいやもうさな、正月特番って、もうさ、誰が聞くんよ。もうだってさ、今めちゃめちゃ俺ら疲れてるやん。<laughs> <laughs> それを、なんかもう最後、疲れてるやつをさ、正月頑張るぞって言ってるやつらに聞かせたあかんよ。いや、ちょっと、本当にエネルギーを体の底から吹き出させないと。ななんかな もうんやろこのまま終わるなと思ってよし頑張ろうかなぐらいで終わるつもりやったのになんか一気に持ってかれたわ嵐が来てうわーってなっててそこで全部吹き飛ばされたもんほんまにな全部飛ばされたのびっくりしたしんど疲れたそれが一番疲れたわえっすごいもうフリーのトークって書いてるけどもう何も何も覚えてないわ嵐で全部持ってかれたその記憶と記憶と一応ージしかない いちご味とで、続いてあかんよ、あかんよね。絶対あかんで。そこはちょっとねちょっと間空けてほしかったでも。あ、これで終わりやなって思って、あ、なあってなったら、ガチャって開いて。どうも、あけましておめでとうございます。ふざけんなよ、クリスタ超怖かったよ。あ、もう疲れた。あ、じゃ、あ最後に、番組からのお知らせです。 チャンネルではこのアリテレラジオの他にも芸術バラエティー「オオキニ」などさまざまな番組を公開していますこちらも要チェックですまた今回の感想や今後の要望などはぜひこの番組へのお便りとして送ってきてくださいメールアドレスはアート o u k i チャンネルアットジ g m a i l c o m ム綴りはすべて小文字で ARTOKINICH.gmail.com です あなたからのお便りお待ちしていますあのー、メールアドレスそんな棒で読めるいやなんか読んでったらそうなの <laughs> んかさ、うん、音声なんだっけ読み上げソフトかって言おうと思ったけど、うん、それにしては詰まるしさ <laughs> <laughs> いやこれをどう滑らかに読めばいいのよえっ何、まあまあ、c o m、A I まあまあまあそれでいいんちゃう M でいいと思うこれはよう練習しとこじゃまだやんの小文字読む機会があった時は絶対にうまく読むように頑張るわなかなかないねん小文字の羅列読むことああいや疲れたなやほんまに全然言葉出てこないよちょっとね最後が本当にねびっくりしてねびっくりなんか怒涛っていうかなんかないい言葉で締めたかったんやけどなあもう最後「よしありがとうございました」みたいな頑張りたかったみたいな なんやろう<ー>ほんまに疲れてるいやちょっとじゃあ最後元気出していきましょうよう元気出していきますはいというわけでここまでのお相手はアリストテレスのサ木とイノハでしたあなたにとって2021年も素敵な年になりますようにバイバーイおめでとうございまーすおめでとうございますうーす香りを嗅いでさで、ね、こ,ああこれが何年ものかみたいなさ <laughs> かっこ悪そうなんでかっこ悪 明けましておめでとうございます。にっこりマーク。いちご味のハマチギになるみたいです。あ、そういうこと。あ、みかんぶり的なってことそういうこと。俺でも本当に好きなのが、最初の遠くのカワー食べるよって。あれ好き。自分で言うの。後輩も好きって言ってくれた。あ、そうなの。ないなと思っとったよ。おめでとうございます。あ、い。わ。あ、こわ。え、が拘板されんといや、ちょっと。 なんなら船引さんともそんな仲ようないからコメントしづらいのよね、<laughs> 僕 <laughs> 正月特番ってもうさ誰が聞くんよ <laughs> この番組は「おおきにチャンネル」の制作でお送りしました。